あ、さっきの質問について、はい、自分のもう一番、フェバリットルアーですね。フェバリットルアーはディープ X の200ですね。ディープ X200、うん、あのディープダイビングクランクなんですけれども、それが一番自分の中ではお気に入りです。好きな場所は日本の、ハイランドレイク、標高の高いハイランドレイクが大好きですね。リザーバー、天神様から。あまりだから机に座ったり、PC の前でデザインすることはなくて、まあ、本当フィーリングが降りてくるっていう、まあ、そんな感じ。やっぱり僕の場合、あの子供の頃から、もう目の前がレイク浜名、浜名湖 で僕の両親が、コマーシャルフィッシャーマン、漁師さんだったから、まあ、小さい時から別に釣りが趣味にまだなる前からずっと両親の仕事を手伝っていて、で自然となんかそのそういうフィーリングを感じるようになった。年間やっぱりテスト、ルアーのエンジニアリングとかデザイニングとかそういったテストも含めたら、まあ、ほぼどうでしょうね、200日近いかなと思いますけど。イタリアはまだないです、はい。まあ、ぜひでもイタリアで釣りをしたいなと思ってます。